お願いします。おお、どうも、アロナナシです。今回はこちらアクアリウムプロショップピンポイントさんに4月2日に訪問してきました。その時にこちらの2メートル75センチの超大型水槽に目を奪われました。前回動画でアップしてお魚を紹介したり、お店の中を撮影させていただいたりしたのですが、今回の動画はこちらの2メートル75センチアジアアロワナは紅龍が8匹、金龍が1匹、その他にもダトニオやスネークヘッド、ハイヨ、ネオケロテュドゥスやオスカーやレアナマズ、フィダルゴなどが泳いでいます。大型魚の混泳はとても迫力がありますね。今回はこちらの給餌映像をご覧ください。大型魚アクアリウム、極上の魚集まるピンポイント。それではこちら2750の水槽の餌やりを見せていただきます。与える餌はこちらは冷凍土壌ですね。冷凍土壌、はい、解凍してぬめりをこう取って、ぬめり取ってあるんですね、はい、これは塩もみとかですか。いや、これは普通に、冷水でこう何度も揉みながら、うん、で肌触りが強いです、ね、あ、キュッキュしてますね。土壌独特のあのぬめりがなくなってる状態ですね。お願いします。おお、すごい、バッシャンバッシャン。すごい、あ、絡んだやつだね。日によって違うんですか。そうですね、まあ、今回冷凍土壌をあげたんですけど、まあ、冷凍エビだったりとか、引き餌もあげることもありますし、基本この水槽の子たちは何でも食べるので、冷凍エビの日もあれば土壌の日もあったり。そうですね、金魚の日もあるんですか。金魚の日もあります。フォアカーがないサイズ的に別下ですね。1日1回ですか。いや、2日に1回ぐらい。2日に1回、今の量は。大体このぐらいプラスアルファがあることもありますし、まあ、その魚のお腹つき具合とか、バランス見て、もう OK。魚の具合を見ながら、大体水替え前とかによくやります。2750欲しいな。この水槽もだってすごい高い方だ当時は。そうですね、フルで200万近くは。すごい。ちなみにエアストーンの丸くなってるのはやっぱなんかこだわりがあるんですか。あ、これは何でしょう、喧嘩をしないように、真ん中にこう空間というか、なんだろう、物が、なんだろう、物があるっていうか感じで、ちょっとアロワナのその、なんかそうですね、緊張じゃないですけど、エアリストで、そこに来るとゴミが集まるよね。なるほど、なるほど、それが、ね、こっちが入り口だと思う。この真ん中が特にね、空間的にも、すごい溜まりやすいんで、ばらついちゃうと、こうするんで、こうするとゴミがこう、なるほど、原理で。なるほど、水がこうやって寄ることによって糞も溜まってメンテナンスしやすいとするときに、土壌加えてる。この水槽のパワー、このオスカーが土壌加えてるのがね、可愛いんですよ。
アロワナはね、縄張り争いがね結構激しくて攻撃にし合ったりするんですけれども、その度にね公園のバランスを見たりアロワナの数を調整したりねするんですけども、オスカーもねこのパワーバランスの調整に一役買ったりもねするそうです。アロワナだけじゃなくてね、まあ、ダトニオやナイフフィッシュやねポリプなんかもね底面の方で泳いでます。憧れちゃいますね、超ビッグタンク、でっかい水槽でね大型魚をでっかく育てられたら楽しいだろうななんてよく思ってます。そしてこちらが夜の風景です。昼と夜また違った雰囲気が見られますね。太陽光に照らされるお魚たち、夜蛍光灯に照らされるお魚たち、いろいろな趣がありますね。月明かりに照らされたアロワナたちもいつか見てみたいですね。ちなみにこちらの水槽のお魚たちは販売個体だそうですので、気になる方はピンポイントさんにお問い合わせください。そして動画も見てくださいね。